みの皆様です。私たちは今が一番タイミングをコンセプトに東京大阪2拠点で活動している今ひとたびです。人生で一度の第1回宇都宮よさこい祭りをこのメンバーで皆様に少しでも多く元気と笑顔をお届けできますよう全力で演舞いたします。演舞の注目ポイントについては、今年の作品テーマは伝統と革新。江戸から受け継がれる伝統と最先端の文化や革新を続ける街、交差する東京。東京がこの先も未来へと続いていくことを表現した作品です。それでは今ひとたびの皆さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。東京大阪2拠点で活動しております、今ひとたびと申します。この度は、宇都宮よさこい初開催ということで誠におめでとうございます。我々一同もこのお祭りを盛り上げられるように精一杯演舞いたしますので、皆様ご声援ご手拍子のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今へ続け、テレビコンテリュー。
ありがとうございました。